ババババババ抜けた打つババババババ抜けた打つババババババ抜けた インズハウス、インズハウス、インズハウス、よしお Vlog です。こんにちは。本日はサバゲー動画になります。久しぶりに YouTube の方をアップさせていただいてるんですけれども、実はですね、ぎっくり腰をやってしまいました。昔からまあ腰を使うちょっとした仕事もしてきたので、今癖になってるんですよね。で、今回も普通に仕事をしていて、ちょっとしたものが倒れそうになって、それを足でガッて止めた時に、ぐきってなって、歩けなくなるっていう症状。でも、俺はちょっと仕事休めないんで、今回も、まあ、松本清に走りまして、バンテリンサポーターという結構お高めのサポーターを買ってみました。で、今まで家にあったサポーターも巻いてみたんだけど、全然使えなくて、そのバンテリンっていうサポーター、6000円くらいするんだけども、これを巻くことによって、走ることができるって、本当は走っちゃいけない、まあ安静にしなきゃいけない。ただ、仕事を一生懸命するために、このちょっとしたバンテリンのサポーター、皆さんもし腰をやってしまった時は、このサポーターめちゃめちゃおすすめなんで、購入してみたらいかがでしょうかっていう割合とともに、本日はそんなバンテリンを紹介する動画ではないんです。本日はサバゲーのアイテムを紹介する動画なんです。プールサイドに夏が来た。イエ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 イイエ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 イレナウンレナウン娘がおしゃれでシックなレナウン娘がワンスカ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 イエイエイエイイエイエイっていうように夏がやってきたんです。その夏がやってくると、このプレートキャリア、サバゲをするときに皆さん装備を決めていますよね。プレートキャリアっていうものはガンを持ちガンを持ちですね。例えばマガジンだとかいろいろなアイテムを持ち歩くために体に装着することができる。後ろにもポーチがついてて無線などもついている。こんな感じの装備なんですけれども、これがね、めちゃめちゃ夏になると暑いんですよ。例えば、マガジンさえ入っていればいい。マガジンを装着する。抜く。そして、しまう。はい。そんな感じでこう端に回ったりしても、体に装着している、そのプレートキャリアっていうものがあるんですけども、先ほども歌にあった通り、夏になると、軽装備、まあ、T シャツ1枚で、まあ、ガンベルトをしてさ、そのくらいで装備でいいって方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱり欲しいじゃない。夏でも涼しく装備できるもの。そして、本日は購入させていただいたものがあります。ライラックスさんより出てらっしゃる、ライトウェイトバンダリア。はい。バンダリアっていうのはどういうものかというと、斜め掛けのアイテムですね。ちょっとお見せします。はい。これがですね、はい。これがですね、ライトウェイトバンダリアっていうアイテムで、実際にマガジンポーチをつける。で、後ろにも一応、ワントリガーのバックを装備した状態で、もうこれ、普段もうつけられる状態にして加工してあるんで、こいつをですね、本日はレビューしていきたいと思います。ライトウェイトバンダリア。はい。では、早速チェンジしていきたいと思います。変態。はい。今ですね、変身、変態させていただきました。で、このライラックスの、まあ、ライトウェイトバンダリアっていうアイテムなんですけれども、これはマガジンをですね、こう、斜め掛けで、ここに刺せる。しかも、いろいろなものっていうものを装備する場所もあります。例えば、イヤホンのさ、ヘッドホンのあの、コムタックのやつをしてたら、後ろから回してきて、この辺のところにつけられるようにもなっているし、あとは、まあ、背中にも、こう、カバンみたいな感じでつけているんで、いろんなものを装備しながら、で、軽い感じで、で、これだったらめちゃめちゃ涼しいじゃないですか。で、あとは、実際の使い勝手ですよね。あの、実際の使い勝手ってものは、例えば、マガジンを抜いた時に、くるくる回ってしまわないとか。で、ツイッターでちょっと質問があったんですけど、もしこれをつけて、まあ、使ってない方いらっしゃるっていうのは、これがうまく、フィットしてるのかっていう部分だと思うんですよ。で、実際にちょっとマガジン抜いてみます。例えば、こう、ババ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 って打った後に、マガジン落とし、チェンジするとき、これが簡単に抜けるのかっていう話ですよね。ババババババ抜けた、打つ、ババババババ抜けた、打つ、ババババババ抜けた、打つ、はい。使いやすい。確実に、いい位置に、このいい位置に抜くところがあるんで、使いやすいことは受け合い。で、この一番の、
このお気に入りってものはですね、このライラックスのこのバンダリアもそうなんですけれども、しっかりしてます。で、走った時も腰痛ぎっくり腰無理があるね、これが動かないかどうかで、このポーチあるじゃないですか、マガジンポーチで、今までいろんなもの使ってきたんですよ。結構さ、アマゾンとかで売ってる1000いくらの安いやつとか700円とかのやつを使ってきたんだけども、全部ことごとくすぐ壊れる。なので、このマガジンバイトマグっていうこのポーチはですね、ちょっとお高いんですけれども、めちゃめちゃ長持ちするし、何よりもすごい使いやすいんですよ。なので、普通にさ、ウィンってやって抜かなくていい。ただ下にギュッて抜けば抜けるし、これを刺すときも、この状態で、絶対落ちないっていう。これはね、めちゃめちゃお買い得だし、動きやすいし、最高のアイテムだと思います。なので、まあその夏によって、どんなアイテムを使っていくのか。僕はですね、基本的に、このプレキャリ、もちろん、かっこいいからさ、普段から愛用していきたいと思うんです。プレートキャリア、ちゃんと後ろも装備もこういう風にいろいろつけてやってるんで、これは着たいなって思うじゃないですか。ただ夏場っていうものはどんだけゲームを涼しく楽しむか。俺なんかもう太ってるんで汗びちょびちょになるんですよ。そんな時プレートキャリアもびっちょびちょみたいな、そんな感じよりもちょっとこう軽やかに、今回は例えばちょっと腰が痛いから軽装備でやりたいなっていう時は、確実にですね、このバンダリア、形もめちゃめちゃかっこいいし、使い勝手がいいし、お買い得だと思います。本日お勧めさせていただいたのは、ライラックスのライトウェイトバンダリアと、マガジンポーチのバイトマグでした。このアイテムは本当にお買い得。いろいろ様々あります。似たような商品もありますけれども、俺はですね、これ買ってよかったなって、今は思っております。よろしくお願いいたします。で、俺はよろしくお願いいたします。別に、お勧めしてるわけじゃないんだけども、これを、はい、レビューさせていただいた、動画となりました。すいません。めちゃめちゃね、やっぱりね、無理がある。YouTube 休むべきだった。冷や汗で、さすがにバンテリンのサポーター巻いてても腰が痛いっていうね。なので、今月はですね、ちょっとこう、サバゲーは、やっぱり休みかなっていう感じ。まあ、痛み収まったらすぐ行きたいんですよ。で、41PX さんでも、まあ、フォレスターのスコープだとか、ヘラの銃とか、いろいろ予約してるんで、それが来た暁にはですね、きちんとレビューの方も撮らさせていただきますんで、これからも吉尾 V6、サバゲー動画及び映画のチャンネル動画、そして新しい試みもいろいろやっていきますので、これからもよろしくお願いいたします。それではですね、このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価コメント、よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。I'll be back. The curtains, 'cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, gonna hold you tonight, oh yeah.